バズビーベースマッケンです。今日はひーさんの先輩と一緒に栃木県佐野市にある森田屋さんっていうラーメン屋さんに行きたいと思います。今日はです10台くらいですかね。じゃあ行きますか。すいません、OK ね、行きました。はい、あれなんか手振ってる。虫が目ん玉入った。しょういて。ダメ。お。いや形もいいし音もいいし金あったら欲しいバイクだね。そうそういいよね。ヒロさんたかった方がいいんじゃないですか。あの後輩の特権でたかり。それで手に入るんだったらやるよないくらでも。うんめっちゃたかるよね。ヒロさんがたかってくれた後俺ヒロさんたかるからGT の音やばいマジで。やばい、めっちゃいいよ。ちょっともうオイルまでに覚悟でいきますね、後ろにバイクすごい。すごいね。初だね、10台、11台、うん、気持ちくない。これから森田屋さんへ向かっていきたいと思います。あれ、ゆうたさんエンストですか。エンストだよ、なんでとか言ってた。本格のままだった。いや、どこまでこれ特権エンストだけ見たら特権色だって。誰だ、なんか俺知らない人撮ってたわ。ん、どうした。みんな暴れん坊っすね。やっぱひろさんの先輩ですね、やっぱり。うん、あれ何回って55号沿いだっけ。信号の先だね。あのネット応援の一目惚れしまって。あーヤマハバイク向かってないのにカフェと一緒ね。やばいよねあいつ、家でヘルメットかぶってるっすよ。そうだよ。でもあいつ昨日ね入校してきたからね、ちゃんと。そうなの。あ、なんだ。お、俺やべえかと思った。あははみんなして頭下げてくれてから。バイ MC。 あ、もうちょっとあるな。多分魔王だって佐野ラーメンって言うよね。うん、有名だもんね。出てくるよね絶対に。うん、森田屋さん到着。うわ混んでるね。でもさ、走って止まっちゃったってことは燃料ストップしたってことでしょ。そうっすよね。いっぱい出てきますね。あ、もしもし、エンジン止まっちゃったんだ。あ、かかったかかった。あれ、かかったかな。織姫公園か、夜景が見えるところだよね。ハート型に見えるといいっていうやつ。花粉症でしたもしかしたら。花粉症なのかもしれない。全然目とかも痒くなんないんだよ。僕もそんな感じなんですよ。これないな。なりたくはないってね。あったら一番きつくない。お前悪いのがさ、花粉症の人に向かってさ、あ、俺も花粉症になりてーとか言ってんじゃん。煽り言ってんじゃん。広瀬さんのウインカーって LED ウインカーだったんだね。あ、これ写真してるだろ。なんもねえ。 GT 来るよ。あ、なんだ違うか。え、
ありました。乾杯しなくちゃ。あれはね、入って動かない。でもあったかいな今日はな。夕方になってて16、17度ぐらいあるよ多分今日は。っていうか素手気持ちいい気持ちいいっすよ。手で挟んで気持ちいいけどさ、怖くね。なんか聞いたことです。転んだ時は濡れたんすよ俺。早く F 乗りたいな。最高だよね。ゴミで詰まったないけど。うん、ダメっぽいな。